男子無差別級でございます。予選の模様をご覧いただきますけれども、これは日本の山本選手ですね。そうですね、はい、相手はオーストリアのデドリッカ選手です。はい、今技あり一つ取ってますけれども、ね、はい、で山本が一瞬突きを出したと同時にですね、はい、デドリッカが上段突きを出す、それがまともに当たりました、ね、当たりましたね、うん、その反則注意と先ほどの技ありと、はい、それで山本の勝ちになったんですね。はい、これは鈴木選手ですね。そうですね、この無差別級だけはですね、はい、ウエイト制の試合とルールが違いまして、 IAKF ルールでやってる、はい、と言いますのは1本勝負ですね、はい、あのウエイト制の場合には3本勝負でやってる、はい、そういう、まあ、はっきりした違いがあるわけですね。大きな違いですね、これで鈴木選手が勝ちまして、山本選手と一緒にですね、準々決勝への進出を決めたようでございます。これはもう準々決勝になりますね。山本選手でございます。そうですね、イギリスの選手ですか。相手はイギリスのパト選手ですね、はい、日本選手2人とも準々決勝進出を決めたようでございます。パト選手もなかなか動きのいい選手ですね。そうですね、軽快なフットワークを使ってよく相手を見てですね、はい、瞬間に中段を狙ってますからね。しかし山本選手もなかなか根性のある選手で、さっきの試合でですね、はい、ちょっとあの視力が弱ってんですね、はあはあ、それでもとにかくもう頑張って今出てるところですけど、ね、勝ちましたね、まずは勝ちまして、準決勝進出を決めた山本選手でございます。そして、鈴木選手でございますが、これはオランダの選手ですか。オランダのダドレー選手ですね、はい、鈴木選手のいいところはですね、はい、本当にあの流れるようなフットワークですね、はい、それで相手にちょっと怖い突きを見せて、相手が出る瞬間をですね、その攻撃をさばいて体をちょっと左へ切って上段攻撃ということですね。この左へ切る、この切り方が非常にうまいんですね、はい、余裕がありますね、だからどんな大きいリーチのある選手でもですね、はい、自分のその相手の死角に入り込むことができるということですね、はい、来なければ自分から出ていくと、もう攻撃でも防御でもどっちでも来いという選手ですね、はい、相手の見える位置への体の移動がうまいということですね。そうですね、はい、それはあの早く受けすぎちゃいけないんですが、ね、はい、相手の攻撃を一瞬さばいて攻撃するので、相手がそれはもう避けきれないということですね、はい、今のいいですね。鈴木選手も準決勝進出を果たしました。さあ、いよいよ準決勝の模様でございます。まずこれは山本選手とイタリアのガザローニ選手でございますね。そうですね、はい、このガザローニ選手っていうのはなかなかキャリアのある選手ですね、はい、イタリアではもう常にトップをいってる選手ですね、はい、過去に世界大会でも優勝したことのある選手ですからね。強豪でございますね、強豪ですね。でああいう蹴りはですね、はい、下がって受けてたらもう間に合いませんので、ね、はい、一瞬こうボディスヤでかわすっていうのとか、やっぱり高度なテクニックですね、はい、さすが山本ということでございます ね、動きがいいですね。でガザローニ本のですね、はい、山本 のカウンターがありますんでね、迂闊に出れないんでこう睨み合いという形になってますね、はい、ここまで来ますと本当に息を呑む迫力で試合が、ね、続けられておりますが、やっぱり山本にとっても予選で戦った一番の強豪でしょうね、はい、ガザローニ。
判定ですね。判定ですね、判定で強敵ガザラ鬼を破りまして、山本がまず決勝進出を決めたわけでございます。そして日本の鈴木、ベルギーのステッフ選手でございます。ステッフもですね、はい、先ほどやった80キロ超級で4位になった選手ですね、はい、なかなかいい選手ですよ。しかし鈴木の場合に鍵さばきがいいですからね、はい、どんな大きい選手でもそう不利だっていうことを感じさせませんね。そうですね、上背はかなり違いがあるんですけれども、それを感じさせない、ですね。やはり技術ですね。技がそれだけ相手に勝ってる、そういうことでしょう ね。よく歌舞伎なんかの俳優さんでも、うまい俳優さん大きく見えると言いますけれどもね、そうちょうどそういう感じですね、はい、ただ現実にはこれ相手は192センチですからね。そうです、かなり大きな、ね、選手ですからね。1センチ以上の差がありますからね、はい、それを感じさせないということは素晴らしいことでございます。山本に続きまして、同じく日本の鈴木が決勝進出を決めたわけでございます。それでは決勝の前に3位決定戦をご覧いただきましょう。ガザローニとステッフですね、はい、イタリア、そしてベルギーの選手の間で3位決定が行われております。やはり無差別というのはどこの国でも一番いい選手を出してますからね。そうでしょうね。3位決定というのは素晴らしい試合ですね。引き分け再試合ですね、はい、顔面攻撃をしましたが、分かりましたね。ちょっと当たったようでございますが、うん、あの程度の当てを取りましたね。相打ちですね、はい、両方の選手ともですね、顔面攻撃、それから突き蹴り、これをうまくコンビネーションを生かしてますね、はい、最後決定したようでございますね。ベルギーのステッシ選手が出ましたね、はい、さあそしていよいよ決勝戦でございます。決勝戦は日本人同士、山本そして鈴木の間で行われます。今の、はい、鈴木の冗談抜きですね。今の、はい、鈴木の冗談抜きですね。あ、山本はヒヤッとしたでしょうね、はい、危なかったですね。綺麗に入った感じだったんですけれども ね、ましたね、はい、ちょっと遠いということでしょうかね。取りましたね。しかしいい試合ですよ、これは。いい試合でした、うん、今の山本の上段突き、はい、一瞬早かったですね、はい、今の山本の上段突き、はい、一瞬早かったですね、はい、冗談好きですね。鈴木も出しましたけどもね、はい、一瞬の差ですね。競技に入りましたけども、競技の結果山本の冗談を取ったようですね、はい、取ったようですね、はい、これで優勝が決定したわけでございますね。両雄相打つ試合でございましたけれども、いい試合でした、はい、山本選手の優勝が決まりました。
先ほどのですね、その決定の瞬間をもう一度ちょっと見てみましょう。これですね。やっぱり山本の方が一瞬早いですね、はい、いい突きでした。ご覧をいただきました男子の無差別級でございますね、優勝そして2位を日本が取ったわけでございます。そして3位にベルギーのステフ選手が入りました。ワールドカップの数々の名勝負の模様をですね、日本チーム監督の真野浩一先生と見せていただきました。先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。